教えてプレバン宣伝隊。プレバンクルーの皆さん、こんにちは。教えてプレバン宣伝隊宣伝隊員の松田理沙です。同じく宣伝隊員の松田さつみです。この番組はおもちゃが買える通販サイトプレミアムバンダイのおすすめ商品の魅力を皆様にお伝えしていくという内容になっております。はい、はい、今回紹介する商品は YouTube の概要欄に商品ページのリンク載せていただいておりますので、ぜひにそこからチェックしてみてください。はい、そしてこのプレミアムバンダイですが、今年何周年を迎えるかご存知ですか？ありがとうございます。そうなんです、はい、15周年を迎えられました。はい、おめでとうございます。ぜひにね、皆さんいつ頃デビューされたとか、初めて買ったのはあれやったなみたいなコメントもね、ぜひにしていただけますと幸いでございます。何買ったか分かんないけど、届いた過去の自分ありがとうみたいな時もあるやん。プレゼント絶対あるよね。いやいやいや、ハッピーになってください。嬉しいです。これからも買いましょう。はい、よしよし、では早速ですね、今日の商品紹介してまいりましょう。プレバン、これがすごいんです。今回紹介する商品はこちらです。魔法使いプリキュア未来デイズおしゃべり変身モフルンです。モフルンさん、こんにちは。こちらは価格が税込み7480円、2025年1月お届け予定となっております。本当に我らはとってもぬいぐるみ大好きマン、はい、本当本当に気をつけないとめちゃくちゃ NG な顔しちゃうので、さっきからいっぱい息を吐いて落ち着くようにしてるんですが、ものすごい可愛い。これさ、触ったらあかんのか。まだダメです。ということでね、ほっぺとか見えとる。みんなこのピンクにうわーってな、こんな顔ぐちゃぐちゃになっちゃう。そうだったよね。我らの特撮アイテムに対する、うん、やったーっていう喜びとまた違うベクトルの、うん、わーっていう、なんか気持ちがグーッと後ろの方から、この高い方から見て、いやーかわいいなんかかわいいの表現変だよ。もうなんかだいぶやばいよ。本当にやばい、息が出ない。はい、すごい、ね、出てのピンクとか、うん、リボンのピンクとかいっぱい触れたいところはあるんでございますが、ちゃんと番組を進めてまいりますね。はい、こちら2025年1月に放映される、魔法使いプリキュア未来デイズの変身アイテム、おしゃべり変身モフルンが早くも登場ということで、こちら詳しい解説をですね、商品担当のブリオッシュさんとともにお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。まずはこちら、ででん、アニメに登場するモフルンを忠実に再現ということで、ブリオッシュさん解説をお願いいたします。はい、こちらのモフルンなんですけども、今回細かいデザインまでアニメに合わせて忠実に再現をしております。はい、一つずつ見ていきたいなというふうに思っているんですけども、はい、まず目をご覧ください。見えるかね。目が今回刺繍になっております。なるほど、つるんとした素材ではなくて、ちゃんとこうちゃんとボコッというかね、うん、はい、つるんとした設計パーツじゃなく、刺繍で細かいところまで再現しております。よりぬいぐるみ感がアップした、はい、ということなんですね。はい、しかもなんかこう糸で縫われてる、なんて言うんだろう、光り方がまたちょっとこう不思議な光り方で、わかる、糸でもなんか独特の光り方あるよね、うん、あれが良いですな。はい、で、これはその中のちょっと いいんですかね、のお星様と、それだけじゃなくて月の絵柄も結構この分かりやすく、その刺繍になったことによって分かりやすくなったというふうにお伺いしております。今優しく触ってしまった。可愛かった。すごい顔色いいよ、ずっとこの子。そうだね、可愛い、いいね、可愛いね。そしてそして、はい、モフルンの次はお口なんですけども、口角を上げておりまして、アニメのモフルンの表情に近づけております。キュッてなってる、
すごい。そしてなんかこのお口と呼ぶの良いですね。確かに口って言わない感じ、ね、そうそうそうわやっぱり世界観が素晴らしいでございますが、でもそうですよね、お話しされる時モフルンさんってこうモキュってなってるイメージが結構あって、それがここで再現されているのですね。ありがとうございます。素敵でございます。なるほど、ちょっと可愛いね。可愛いね。はいはい、さらにさらに、はい、さらにモフルンのお腹なんですけども、過去発売したモフルンの商品と同じくハートに光ります。ここら辺がねビカビカ光るんじゃよ、はい、そう。でも今この段階ではわからないのがすごいです ね、うんうん、ね。光量の調整とか結構いろいろされるんですか？そうですね、見えないように発光してない時は中が見えないように工夫をしております。すごい、やっぱりこうモフルンとしての可愛さを大事にしてくださっているんです ね。はい、はい、でかつ過去の商品ではプラスチックだった、リボンの部分が今回よりぬいぐるみらしくアニメのモフルンに合わせて布で再現をしております。ほんまじゃ、一層ぬいぐるみ感。そう、しかもこのちょっとテラッとしたサテンっぽいというか、うんうん、感じがまた可愛いですね。確かにこれが全部でもこう玩具感あって可愛いんだけど、そうそう、ぬいぐるみってなった時に ね、なるほど、生地感がいいですね。はい、そして、はい、お待たせしました。ほわほわの毛の柔らかい抱き心地も再現しているので、ぜひ抱っこしてみてください。 ありがとうございます。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。こんにちは。こんにちは。脇もふかふかだ。おじゃま、待って、今の素晴らしかったよ。この足がさこうなってるやん。立ち上がるぜ。うわね、あなた、うわうわ、なんかちょ、正しい抱っこの仕方とかあるんかな。ちょっとあのワンニャも抱っこしたことあんまないからわからへんねやけど、うわ赤ちゃんすぎちゃう。ほんま、うわ、ちゃー耳も頭動くんじゃ。あ、なんか持ってないかもみたいな、なんか霞、なんかもうゲラ幻みたいになってる。ほかほかの幻がここにいる。顔色がいい。いい、これもいいんですか。ありがとうございます。慣れてなさがすごい。うわ、見て、ウジロ姿。かわいい。いや、もう松田の拳がすごく大きく感じる、ね。え、どういうこと？うわ、尻尾もすごくやって動きます。え、この、うわー、素晴らしい。なんかただの丸ではないです ね、なんか生き物感あるでしょ。そうですね、あのアニメのモフルの形にも形してる、はい、うわーすごいよ。ちょ、このお尻のあたり、ちょ、お尻のあたりもね、ちょうどよくモフモフしとって、ね、抱き心地が素晴らしいでございます。こんにちは。めくっていただいて、はい、ネクストポイント参ります。よっけしょ、モフルの新規音声を30ワード収録ということで、ではブリオッシュさん解説をお願いいたします。はい、こちらのモフルなんですけども、遊ぶモフであったり大好きモフなどモフルならではの、ワードを新規で収録をいたしました。はい、なんと、はい、今回は特別にその一部をお聞きいただければと思います。ありがとうございます。ではモフルの右手を握って、はい、聞いていただきたいです。しかない。すごい、でもこんだけ可愛いをずっと浴びれる時間ってなかなかないから、あのモフルはやっぱり一人の家、今言った一つの家庭に一個いる、いる一体いてほしい、いてほしい。ありがとね。ありがとう、嬉しいね。はい、今回さらに魔法使いプリキュア未来デイズならではの、はい、未来、リコ、モフルンの3人の掛け合いのセリフも新規収録をしております。なるほど、はい。でこちらは今回紹介はできないんですけども、はい、お手元に届いてからのお楽しみになっております。そうですよね、うん、その2025年の1月からアニメが放送で、ね、そして1月にこのモフルンさんが皆様の手元に届くということは、一緒に楽しもうよ、うん、そうだないいですね、いいですね。ではでは
最後のポイントいきましょう。はい、よくしょ。もちろん変身もピンクダイヤのリンクルストーンで変身。出た、ずっと横でキラキラ輝いておるキラキラ。こちらも解説お願いします。はい、魔法使いプリキュア未来デイズに登場するリンクルストーンピンクダイヤで変身をいたします。はい、こちら変身メロディーが流れて手を握りリンクルストーンピンクダイヤをセットする とその後モフルンと手をつないでプリキュアに変身することができるようになっております。視聴者の皆さんにはまだお見せすることができないんですけども今回特別にお二人には変身していただくことができます。ありがたい。なんと、あ、では音声は我らだけが独り占めという形ですね。はい、ごめんねちょっと待ってて。はい、で変身なんですけども、はい、カバーパーツと呼ばれるその真ん中のそこのパーツですね、はい、外していただいて、あ、簡単に取れる。お、はい、変身するときはまずモフルンと両手を握り、はい、その後に、リンクルストーンのピンクダイヤを真ん中に刺しまして、はい、もう一度モフルンと手を握ると変身が始まります。なるほど、楽しみ楽しみだね。はい、じゃあのはしゃぐ我らをお届けしましょうみんなは音はないけどね。素晴らしいものを見せていただきました。ありがとうございます。すごいやっぱ、うん、プリキュアに変身するって大変なんだなって、ね、やっぱ改めて思ったし、うん、モフルンは最高だぜ。モフルンは最高一緒に手つないで変身してくれるってどういうこと、どういうこと。もう最高でございます。こちらまだ音声が入っている。はい、まだ入っております。こちらさらに魔法使いプリキュア未来デイズのオープニング曲ドッキン魔法使いプリキュアパート3未来デイズのテレビサイズバージョンが収録されております。すごい、歌まで聞かせてくれるモフル、はい、ありがとう。オープニング曲はご購入いただいてお楽しみにいただけたらと思います。そうですね、はい、本当になんか楽しみがいっぱいだな。すごいよね、なんか光るっていうとこもそうだし、なるのとこもそうだし、うんうん、そのギミックがなくたってこんなに可愛いのに、より一層ぬいぐるみ感増してさ、ね、こう添い寝とかさ、一緒にお布団入っても全部柔らかいやって。ありがとうね。いいね。嬉しい時間でした。本当にブリオシさんありがとうございました。ありがとうございました。カゴに入れて持ち歩きます。ありがとうございますということで今回ご紹介しましたモフルンも登場する魔法使いプリキュア未来デイズは2025年1月11日より放送開始です。ぜひチェックしてください。はい、さらにワンダフルプリキュアザムービードキドキゲームの世界で大冒険が明日2024年の9月13日金曜日に公開となります。私キュアニャミーの生態として出演させていただいておりますので、ぜひ劇場でご覧ください。そろそろエンディングのお時間でございます。はい、いや、ハッピーなお時間だったね。ハッピーだった。あんまりこうぬいぐるみで遊んでぐっ顔くちゃくちゃになってるところって、はいはい、人にはあんまり見せないようにして生きてきたから、そうですね、なんかすごく不思議な時間だったんだけど私としてはもうこんなのお家に招いたらあのいくらでも顔くしゃくしゃにして、うん、みんな好きにねハッピーになっていいってことだから、そうだね、ぜひにお迎えしてほしいねなんか改めてやっぱりプリキュアって
可愛いの気持ちがドカーンって溢れる作品だなとモフルンを通して改めて感じました。ありがとうね、来てくれてね。はい、ではでは、今回ご紹介した商品のおさらいです。魔法使いプリキュア未来デイズおしゃべり変身モフルン、価格が税込み7480円、2025年1月お届け予定となっております。はい、この教えてプレバン宣伝隊は毎週木曜日17時に公開しております。さらにライブコマース形式の生配信番組プレバンのライブショッピングも配信しております。ぜひご覧になってみてください。はい、ということでね、あのハッシュタグ、はい、プレバン宣伝隊でも皆様ぜひにつぶやいてみてください。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。次回放送は9月26日17時から。次回はショート動画でお届けします。宣伝隊員は松田理沙恵、松田さつみです。お楽しみに。チャンネル登録、関連動画のご視聴をお願いします。プレミアムバンダイ